左サイドは大竹、中を見て落ち、いいパスです、遠藤、そして大竹の左足決まりました。細かくつないで最後は途中出場の大竹のシュート、藤枝2点目。最後は遠藤から大竹、大竹が落ち着いて決めていきました。2対0。